ちゃんのピンクローターズ様に来ていただいて、私が曲をトラックを作り始めた頃はまだ私はギターをやったことがなかったんだけど、でなんかこの曲打ち込みしましたって言っても、打ち込みって何みたいな顔をみんなするの。自分で作曲し作曲トラックメイクしましたって言ってもなんかあんまり分かってくれなくて、作ってることをアピールするには楽器を持てばいいんだって思ったの私その時その時にライブを見たのが工藤ちゃんだったの。それであギター持とうっとって思ってベースとドラムスティックを忘れて、はい、家に取るに帰ります。すいません遅くなって工藤ちゃんのパクってギターを持ち始めて、それが今のスタイルになったきっかけである。そんな時私がギターを始めて練習しながら路上ライブもしてたんだけど、路上ライブ したから多分ちょっと上手くなった。その時に実は今だから言えるんですけど、自分の曲かのように工藤ちゃんの曲を歌ってたんですけど時にやってた歌を歌います。久しぶりにやる、失礼します。敬意がすごいのよ。喉奥に突っ込んだテキーラとあなたへの愛はきっと同じで、難しいことはわからないから、氷の道で眠りについた。届かったんだな、誰にも知られたくないって思ってたのに、夜は明けた、バカみたいに高く高く空を晴れるのに、青くなれないから潜ってきた私はあなたの何にもなれないけど、白いぬくもりくらいは残せるから、あっち